はい。こんにちは。ロイロイチャンネルです。今日はですね、ちょっとロイスくんの保険と、あとは今までにかかっている医療費ですね、について話をさせていただければと思います。 まあ、と言っても保険にしても医療費にしてもロイスくんに関してっていうことのみになってきますので特に他と比べたりとかっていうのはねちょっとしないで、まあ、ロイスくんに今現状でかかっているものですね説明をしていきたいと思いますはいでまず保険とその治療費の話ですねをする前に えー、ロイスくんのですねがん <coughs> の説明というか「あ扁桃腺」「扁平上皮がん」というがんなんですが非常にですねこう発見するのが難しいがん <coughs> のようでしてどうしてもがんが見つかる前に ががの影響で免疫力が下がって,てそのせいで他の病気になっちゃって体調が落ちちゃったりなんていう子が非常に多いというのが一つあってまあ非常にロイスクの場合治療も時間がかかっているっていうところが現状ですね一番最初に病院が気になっていたのが8月の中旬だったのでまあそれで今がんというのが発覚したのが12月の23日かだったので 非常に発見まで時間がかかるものですので、まあ、治療期間とか治療費に関しては、まあ、少し特殊なところがあるかもしれないのでそこも合わせてて説明をしていきますでまずロイス君が加入している保険なんですがえ会社がですねペットファミリー。 損害保険株式会社という会社のですね、えー、ペット保険です。で、えーまあ、こちらを選んだ理由としては、あのーまあのま医療費の負担というのが、こちら側がね2割ぐらいでいいっていうプランがあるんですよ。80%こう保証してくれる。 プランがあってですね、えー、それも月々の金額が、まあ、年齢が上がることに若干上がるんですけれども、うん、6歳ぐらいまではね3,500円しないぐらいかなで今ロイス君は6歳超えてますので4,000円弱ですね3,900円ぐらいっていうのを月々支払うとこういうプランがありますとまあなので他にはこの会社だと 50%負担とか30%負担なんていうプランもあるんですけれどもあのね大して月々の金額が変わらないんですよほんとね数百円その50%と80%ほんとね数百円ぐらいのレベルだったのでまあすごいそれなり八8割も保証してくれるんだったらいいなと思ってええー、加入しているとというのが一つ理由ですこの保険を利用してロイス君のその治療とか あ費用を払う上でまあ経験として思ったのが可能ならば、あのー、動物病院の,その生産の際治療費を支払う際に、えー、その場でもう保険適用してくれるその場で保険適用分の差額を引いてくれるなんていう保険会社の方がとても便利なのかなという印象です。まあ、そのためには 動物病院がその保険に加入してたり加盟店だったりっていうのが必要なんですけれどもこのロイス君がね加入してるペットファミリー損害保険株式会社の場合はね基本的には前払いになります私たちの方で一旦全額を負担して、えー、それを後ほど保険会社の方に、えー、動物病院から頂い,いた明細と 合わせて書類を記入して送付をしてその後ですね20日後に支払をしてもらえるとまあ8割返ってくるというのが流れになっているものなのでうんものによっては会社によってはその場でね保険料を引いてくれる保険保険金がね適用されている状態でお支払いをするとああいうのも保険会社によってはあるみたいなので えー、そういったものを選んでいただく方がより良いんじゃないかなという印象ではありますと。いうのが一点かな。まあ、あとはその20日間っていう支払いされるまでタイムラグがあるので、えー、ちょっとね、そこで医療費が高額になればなるほど支払いも大変になってきちゃう可能性がありますよというところですね。えただですね、やっぱりその保険に入って、 いたからこそ、獣医のね、先生、獣医さんのね、方々に言っていただく、その、今できる最適な治療っていうのを、あぜひやってくださいと、こう、かなりね、まあ、ポジティブな気持ちっていうの言い方もおかしいんですけれども、迷うことなく、選択をして、えー、ロイス君にね、えー、処置していただく。 こととができたというのはやっぱりこの保険があったから非常に助かってるっていうところがあります治療費ですねどれぐらいかかったのかまあ一回どれぐらいの費用が発生したのかなんていう話をね少し今からおさせていただくんですが、まあ、ロイズくん大体8月にそのしこりですね異変を発見して。 そこからねずっと毎日何かしらの薬は飲んでる状態です抗生剤だったりですとかえー、今だと痛み止めとかですね、えー、そういったものも飲んでる状態ではあるんですがだいたいその外科手術とかではなく一般の動物病院に通って処置をしてもらって、えー、まあ幹部を確認してもらったりとか体調を見てもらったりとかまあ抗生剤をいただくっていうのでだいたい 1回4,000円から7,000円ぐらいの間ですね。うんあのもらう抗生剤の種類によって、えー、ちょっと金額が変わってくるんですけどだいたい1週間に1回ってってましたので1回の処置で1週間分の薬をいただくと。うんそれで、えー、処置なんかも含めて、えー、ちょっと前までだったらね包帯とかガーゼとかもあったので、えー、そういったのの交換とかそういったものの購入も含めて大体1回。 1回4,000から7,000の間、それを週1回払うと。をここからがちょっと特殊な例になってくるんですがまずですねその CT とか MRI の撮影の費用なんですけれども。 えっとね、多分 CT とか MRI って普通の動物病院町のホームドクターと言われるとこですね町の動物病院さんだとその設備ってなかなか整っているところが少ないと思うんですよ。で、えー、ただね各機関その CT とか MRI を専門的に取り扱っている機関とかあとはロイス君も最近通ってます大学病院ですね。 そういったところも基本的に話を聞くとそのホームドクターからの紹介のみで行けるとかっていうところが流れがあるらしいのでまあロイス君が使ったお伺いさせていただいたその CT の機関キャミックさんっていう機関なんですけどそちらの方とか大学今言ってる日本獣医生命科学大学さんなんかはその紹介がないと難しいですよなんてことをおっしゃって ってもらったんですがでその特殊な期間でかかってる費用なんですけどまず CT の撮影っていうのがだいたい8万円ぐらいですねかかってたのがで MRI を大学病院で撮影していただ時は9万円ぐらいかななので CTMRI 撮影でだいたい8から9万円ぐらいというのがかかったところですね続いてなんですが が下下手術の費用についてですね。うん、ロイスくんの場合外科手術する際っていうのは、まあ、基本的に全身麻酔をかけてその後、リンパのこの喉の、まあ、反対側なんですけど、まあ、ここからここら辺までをちょっと開放手術ですね切り切って開いて、えー、中の処置をしていただいたという手術 まあいわゆる町の獣医さんで、えー、手術をしてもらったこともありますし、えー、大学病院さんの方で手術をしていただいたことがありますよと。うん、でえっ、ー、とですね、えー、町のお医者さん獣医さんで外科手術をしていただいた時は大体、えー、いい20万から30万円ぐらい。 大学病院さんの場合だと30万円から、えー、40万円ぐらいですね。えー、の間で、えー、見ていただくと。基本的に見積もりいただいたときも最低で町の獣医さんで20万ちょっとぐらいですねとかあ、大学病院さんの方でも最低で40万円ぐらいかかりますねなんていうのをね、説明は、えー、もちろんしていただきます。まあ、お見積もりっていう形で、えー、私もいただきましたけれども、まあ、ある程度値段の 目安なんていうのはあ処置方法とか病気とかによって様々あると思うんですけどロイスくんの場合はだいたいそれぐらいの費用があかかってますと。であとはもう一個ですね。えー、来週からロイスくん実際放射線治療がスタートするんですけれどもロイスくんの場合その放射線治療っていうのが。 まあ、いわゆる症状の緩和とか、癌細胞をこれ以上広げないためとか、まあ、できたら、こう、細胞がちっちゃくなったらいいよね、なんていう形の処置になるんですけれども、それがですね、週1回、えー、全6回、えー、放射線を当てると。 いう治療になるんですがそれがですすががそれねまあ、ちょっと実際まだ終わってないんでいくらかかるかはまだ未定ではあるんですけど放射線の先生とね打ち合わせをしたところ全部で45万円ぐらいをねちょっと見てくださいとこういう話をいただいておりますうん高いですよねやっぱり。<laughs> 高いんですよ、うん、なのでねやっぱほんと保険入っててよかったなと思います、うん、8割負担してもらってで今説明している治療のやつのほとんどはあのー、保険で賄ってもらってます、うん、中にはその病理検査とか、えー、ダメなものも今までの治療でちょっとあったんですけれども基本的にね大まかなものを賄っていただいてます毎回出てる抗生剤とかですねそういったものも賄っていただいてますしうん ただもちろん保険によってはあのまあ保険会社さんによってはあそういったのが入ってない、えー、ものもあると思いますので必ずいろいろ確認していただいた方がいいとは思います。<laughs> ごめん起こしちゃったまあなのでこう治療費とか保険っていうのはそういうの辺の形になるかな。まあ、ちょっとその僕 もうロイスくんが加入しているその保険会社とか、あとは今までにお世話になった動物病院さんなんかは概要欄の方に、えー、リンクを、ね、貼っときますので、まあ、もしも、ねえー、気になっている方とかあ、まあ、保険の内容とかについても質問等々があれば、全然コメント欄で、えー、コメントしていただければ、あお答えできる範囲で、ねえー、お伝えできればとは思います。治療費に関しても遠慮なく聞いていただいて構いませんので、えー、私がね 答えられる範囲であれば答えたいと思ってますあとですねもう一つ重要なお知らせなんですけれどもねこちらですね見えるかなチョコレート、えー、ホテルショコラっていう会社のピスタチオのチョコレートです買ってきましたので 食べてみまあちょっとバレンタインも近いんで皆さんもぜひ。 うん、食感すごいいいですね。中ちょっとピスタチオのペーストなのかな練り込んであるのが少し入ってますね。ピスタチオのチョコレート。鼻から抜けるピスタチオの香りがすごいいいので。よかったら皆さんぜひ買ってみてください。 私は表参道の店舗で買いました。あ何店舗かあるみたいなので、ぜひ今日はチョコレートの動画でした。またロングリードの動画も出そうと思ってますので、それでは皆さん、また次回ですね。